ゲルニカ空爆はスペイン内戦中の1937年4月26日にドイツ空軍の支援を受けたイタリア空軍によって行われましたヒトラー自身が直接的な指示を出したかどうかは議論の余地がありますがいかに「ゲルニカ空爆」の主な要因を説明しますスペイン内戦への介入スペイン内戦は1936年に勃発し共和国派と フランコ将軍率いる反乱軍ナショナリスト派の間で争われましたナチスドイツとファシストイタリアはフランコ将軍の支援を行いスペイン内戦へ介入しましたこの空爆に怒りを覚えてピカソはパリ万博のための作品を書き換えて有名なゲルニカを描いたと言われております